ってて、やりよったと。やっぱり打つなこいつって。いやいやいや、あれエンドランやぞ。エンドランやぞマジで。皆さんこんにちは、上田剛です。今日はですね、夏の甲子園真っ只中ということで、僕が高校時代にですね恐れていたというか、まあ、僕が一番すごいなと思ったバッター、何度もこうテレビの取材であったり記事とかでもね言ってるんですけど、大阪桐蔭高校社式翔吾君に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。いただきました。久しぶりだね。久しぶりやね。高校時代は話したこともないし、実際会ったこともないよね。確かに甲子園でも前の試合でやってたとか。そうそうそうなかなか直接会うことなかったからね。なかったよね。実際俺たちが初めて会ったのは5年前。5年前ぐらいの神宮球場から室内練習に向かっていたところで、軟式野球球場から帰ってきて、鉢合わせた時やね。そうやね。そうあれなんか見たことあるぞと思って。社式じゃないかっていう。こっちも上田だよな、あれ上田だよな。そうやな、会話がね、弾んでっていうのが始まりだよね。そうだね。でも俺は密かに高校時代から、俺がねまず2年生の夏甲子園出て、俺はこう大阪桐蔭の試合を見てた時に、こいつ2番これでみたいな。確かにめっちゃ良かったやん。2番やったね。2番やったね。思ってて、しかも同級生っていう、はい、高校時代正直ライバル視するような選手ってなかなかこういなかったのよ、偉そうなことに。いやすごかったね。でもすごかった、ね、いやいや。でも2年の夏甲子園の時に初めてこれはちょっとすごいぞって思って、負けたくないっていう気持ちになったんだよね。それが当時の大阪桐蔭2年生の2番セカンド社式翔吾だったんですよ。俺のこと知ってた高校の時。知ってたよ。知ってた。もちろん知ってたし、左バッターだし、関西はやっぱり下の学年とか同級生がやっぱり結構出てて、関西高校にまあダースもいて、安井もいて、なんと上田でしょ、同じようなタイプだ、そこしか目いってなかったかもしれないね当時。あ、そう。実際地方のところで、まあ、名電の土上とか、マー君とか、それはまあ有名な選手がいるけど、関西勢というかこの西の方で言うと、やっぱりそこが大阪桐蔭になってると、まあ、注目したいとか、やっぱ甲子園の方しか見るからやっぱり。そこしか情報ないから俺は。なるほどね。俺はそこまず2年の夏に社式翔吾を見てすごいと思いました。で実際甲子園でベスト4まで行ったんやけど、ベスト4まで苫小牧に負けてんな。苫小牧に負けた。そうやな。負けた。あの時ねちょっとこう、うわなんか俺負けたっていう気がしたのよ。すごいなこいつっていうイメージがすごい強くて、最後の夏、3年の夏も出てきました。奇跡だから出たの。中田とかが頑張ってくれて。あ、まあそうやね。まず1年の中田を見た時も重いと思ったけど、いやこいつって思ったけど、すごいからね。それにもびっくりしたけど、まあ一番目に行ったのが社式で、でまあ最後3年の夏も大阪桐蔭に出てきました。当然俺は注目してる、まさかの選抜優勝横浜と当たります。俺今でも覚えてる。抽選会で横浜と大阪桐蔭が当たった時のあの会場の盛り上がったね。すごい盛り上がった。わーってなったじゃん。もう俺らはマジかよっていう、早すぎやろ甲子園みたいな。早すぎだよみたいな。俺あの歓声忘れんくて。すごかった。まあもちろん横浜にはね、中日にいる福田とか、そうロッテにいた佐藤健とか、まあ、高浜とか、ね、高浜もいるし、もう本当プロに行った選手がいて、まあ、大阪桐蔭は、まあ、いた社式中田翔、あと岡田キャッチャー、岡田ね岡田、今西武で岡田、まあ、俺大阪桐蔭というよりも社式中田翔のバッティングにちょっと注目してたわけ。大阪桐蔭が打つわけですよ。もう横浜がちょっとこう押されてるよね。ずっと押されてたの。7回まで3-2とかで1点差ゲームだったよね。そうやね。8回かな、に社式翔吾に打席が回ってくるわけですよ。バックスクリーンの左でね掘り込んだわけですよ、ホームラン。それを見てやりよったと。やっぱり打つなこいつって。いやいやいや、あれまで4打席凡退してて、西谷監督がもうたまらずワンアウト1・3塁だったから、1塁ランナーエンドランで走らせてくれて、これはバット当てなあかんと思って、あったら上がっちゃったから、うわやってしまったって。あれエンドランやぞ。エンドランやぞ。マジで走ってたら結構歓声広がっていったから、うわ入ったみたいな、そういう感じで、もう格目立つくらい。いやまあでもそのバックスクリーンのホームランで、もう横浜は一気にあれで、ああもう俺たちやばい終わったっていう雰囲気の中、次のバッター中田翔がまさそのさらに上のカメラマン席まですごかったな。もうベンチ帰ってナイスホームランとかみんなが言ってくれて、ベンチ下がってこう上がる時にカキーンって聞こえて、なんだろうと思って見たらバチーンって入ったからね。そうだね。あ
あれすごかった。俺多分今まで見た中であそこに掘り込んだやつ初めて見たかも。ちょっとレベルちゃうぞと思って。この3、4番関税の、まあ、俺3番打てて4番安いっていうのを打ってて注目を浴びてたっちゃ浴びてたから、めっちゃ浴びてたよこれは負けれんぞっていうのがあってね。まあでもやっぱ衝撃を受けたっていうのは確かで、まあ実際に高校生活が我々終わりまして、うん、俺はプロに行くもんだと思ってたのよ。あ、行きたかったよすごい。プロ志望届を出してない。夏の甲子園を、まあ、今だから言っちゃうけど、これ出れるか出れないかで言うとチームとしては出れないような戦力っていうのは、まあ、西田先生もこう進路を考えてる中で確実に学校としての方針で進学っていうのを進めてあげるべきじゃないかっていうのを、まあ、監督から言われて、プロ行きたい気持ちもあるけど大学野球でもやってみたいとかっていう気持ちもあって、でもやっぱ甲子園出てホームラン打てちゃったら、俺はもう高校生はプロ行きたいなって、うんうん、その年ってかなり確率があったんじゃないかなって、ね、思ってたけど、あの時出さなかったっていうのは、まあ、後悔はしてないけど、まあ、その時はすごい、うわ、出したいって、多分ね、ドラフトの前々日に部長に言ったからね、プロ志望届けてまだ出せないんですかねとかって、あ、そうなの、もう決まってるから出せないよって言われちゃったんだけど、あ、その時にもう明治決まったんだ。明治決まった。いや、でも俺もね、なんか進路気になってて、で、社式が明治に入ったって言われて。俺は当然明治でまず4年やって、うん、そっから4年後ね入ってくるっていう俺はそのイメージでずっといたんだけど、大学の時はね、1年生の春にベンチ入りまで来て、で試合とかも出れて、斎藤佑樹と再戦とかしながら、結果は1年の春出したんだけど、1年の秋の時に喘息になってリーグ戦が出れないってなっちゃって、でその冬に、いや春2年の春頑張ろうと思って練習してたら靭帯切っちゃうっていう、右にね、トミー・ジョンの手術して、で1年間棒に振っちゃって、まあ3年春に復帰できるんだけど、今までのパフォーマンス出せないなって感じで、でどんどんこう投げられない自分とかっていうのが落ちてきたなって感じ始めたのが3年の秋ぐらいから、まあプロ行きたいっていう気持ちがあったから、良くなればなと思ったけど全然良くならず、まあこれも人生なのかなって結構感じたよね大学明治でやって、その後に独立リーグに独立に行った。まだまだその諦めてなかったってこと。そうだね、十何年前の独立リーグって本当もできて2、3年とか4年とかで、うん、BC リーグって何なのっていう状態だったから、うん、もう野球を続ける環境でやっぱりこう社会人野球に行きたいとか、うん、大学終わってから思うところを、その時何を思ったか人と同じことをしたくないとかって、うん、こうなんか生きれたった気持ちがすごくあって、いい経験はできたけど、やっぱり世の中の見方ってやっぱ全然違って、まあ独立リーグっていうところもまだ日の目に浴びてないところで、やることってやっぱ結構厳しいというか、まあ、野球ができたことってすごく新しい感覚は養えたらいいんだけど、とはいえ自分の能力ってそんないきなり向上するわけでもなく、まあ、どんどん年数経っていくっていうのを感じながら野球やってたって感じかな。まあ、今はね、育成のシステムとかあったりとかして、まあ、プロ野球にちょっとでも近づきやすい感じだけどね、なかなか当時厳しかった高校時代に俺がね、やっぱどうしても印象に残ってるバッターの一人だから嬉しいよ。いや、ほんまにこの前、あのドラフトークっていう見た見た番組でも上田さんが高校時代すごいと思った選手っていますかって、多分ね、みんな周りの人はね、どうせプロに行った選手上がるんだろうなって思ったんだけど俺はね、やっぱどうしても社式のイメージが強かったから、大阪桐蔭の社式勝負ですって言ったら上条さんがシャシキ知ってるっつって、上条さんと人生で一度もお会いしてないから一回会ってみたいなと思ったよね。いや、上条さんね、嬉しいな、めちゃめちゃ詳しいから、うん、だから俺もずっとね、気になってはいたんだよね、うん、で、まさかの神宮の裏で会ってなんで東京にいるんだってなった時に、うん、なんとですね、ヤクルトのメインスポンサーオープンハウスに ね就職したんだよね。本当に拾ってもらったというか、うん、今ねすごくオープンハウスという会社が世の中で知ってもらってよかったけども、もう入った当初で言うと、そんな世の中としてオープンハウスって何なのっていうところの状況であって、ここ数年で劇的に変わったんだけど、うん、まあ、ヤクルト球団のこうメインスポンサーもさせてもらったりとか、でそこで話せるつながりができて、そうそうそう、なんか人生つながってんだなと思ったよ、ね、思った本当なんか俺ね嬉しかったよ、あのシャシケがオープンハウスにいる、しかも東京にいるわけじゃん。で、俺当時まだヤクルトにいたから、ね、あ、なんかこれ機会あるぞって、しかもちゃんと会えてね、嬉しいなって。甲子園行ってベスト4まで行った、しかも名門大阪桐蔭でやった選手で、東京六大学まで行きました。で、明治大学という伝統のある大学で4年間やって、で、独立リーグも経験してるっていう、
まあ、こういう選手ってなかなかあんまりいないというか、いろんな野球の経験してるから誰もが入れないようなところで野球をやってるわけじゃん、まあ、そういう経験というものをちょっと活かしてほしいなっていう面もあるしいやもちろん今オープンハウスでね、会社のために一生懸命頑張ってると思うんやけども、やっぱり野球の方もね、心残りや部分というものは多少はあるのかなっていう。まあそうだね。でもこうやってこうグラウンド見るとやっぱいいなってすごく思うし、まあ大阪桐蔭って甲子園に出たら優勝しなきゃいけないって多分思ってると思うんだよね、選手たちが、みんな出ることが目標じゃなくて、出たら優勝しなきゃいけないっていうところのレベルで野球をしてるんじゃないかなって。俺今ね高校野球教えてるんだけど、俺らの時は甲子園に出ることが目標じゃなかった、甲子園に出て勝つことが目標だった、でも今の子たちっていうのはまず出ることが夢、なるほど、ね、出ることが最優先、なるほどなるほど、ギャップがすごいあったのよ。もちろん甲子園に出してあげたいと思ってるんだけども、甲子園に行って勝てるチームっていうものを作りたいって。甲子園に出て優勝を目標に掲げている学校ってどんな意識で練習したりとか、グラウンド上の中の雰囲気とかってどういう感じなのかなっていう、俺結構気になってて、大阪桐蔭の話俺聞いたことないよ今まで一回。あれからも確かにヤクルトも少ないもんね。そう、いないから、いないもんね、実際にやっぱやってて、俺らが出た時って何回目とかの夏の甲子園だったのかな、で今なんか十何回とか出てて、まあ、全校制覇してるから、まあ、大阪桐蔭って名が知れて、西谷先生が初めて夏の采配を行ったのが一つ上の辻さんだよね。あ、そうなんや。当時でいうと西谷先生も甲子園っていうのは漠然としてたと思うんだけど、常に指導者の西谷先生が甲子園で勝つために勝つために勝つためにってずっと言われてて、行ったこともないから、ね、イメージも湧かないけど、甲子園で勝つためにやらなくちゃいけないってどういうことなのかなっていうのを考えながらインプットされてやってた。選手にずっとね、甲子園決まって初戦迎えた時も、俺らってここでやるためにやってきたから大丈夫だよねとかっていう、なんかそういうなんか初戦だったかな、春日部共栄戦だったんだけど、スコア的にはこうかなり苦しい試合だったけども、西谷先生がずっとこう言ってくれてたから、ランニング量が厳しいとかノックの量が多いとか、そういった技術的なことはあるけど、擦り込みって大事だよ。すり込み、だから甲子園出れなかったら何のためにやってんだぐらいに思いながら、やっぱりやれる環境を作ってくれてたから。でも大阪桐蔭に行ったら甲子園出れるっていう中学生たちはみんな思ってると思う。大阪で勝つの結構大変だよ。土井健太って言ったじゃん、土井ちゃんね、土井ちゃんね、今あいつ柏の監督やってて、大阪で勝つのは厳しいぞって。いやもう法律とかが弱いとかってないもんね、何があるかわからんって言ってた。何があるかわかんない、極端な話だけど、大阪を制したら怖いものがないっていうぐらいのレベルで、航空機のレベル上がれてるなって。いや、めちゃめちゃ上がってる。だから大阪がどうっていうよりかはもう全国の高校野球のレベルが上がってるなって。140キロ普通に投げてるしね。そうそうそう、今年俺も夏の大会全部帯同していたんだけど、もう2回戦ぐらいからやっぱ左のピッチャーで140キロが出てきたりとか、まずこう練習で打つマシンのスピードから違う最近は。そうなんだ、マシンこう高く設定して150、160に設定して打つとか、カーブとかスライダーとかも、もう135から140キロぐらい設定して打つとか、ね、もう本当それぐらいの対策してやってたから、だから本当にピッチャーのレベルっていうのが上がってるんで、この夏の甲子園とかもピッチャーすごいもん。すごい。140キロ普通だもんね。本当、高生じゃないよ。俺も今高校野球を教えてるんだけど、思いのほか高校野球にハマってしまって。大阪桐蔭みたいな上昇軍団っていう感じにしたいんだよね。選手もコーチも監督も親御さんも含めて全員が本気だから、すごいまた面白いんだろうね、やってるとね。そうそうそう、まだ高校生って純粋だし、まあ一応プロでやってた人っていう目で見てるから今は、はい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 って聞いてくれたりするけども、でも実際ね、これを続けるためにはやっぱり結果っていうのが ね大事になってくるから、技術を教えることも大事なんだけど、勝つためにどういうふうなことをしたらいいのかっていうのを教えるのがまずこういう最優先だなと思ったんで、その中でこう技術を向上させれば本当に強いチームって出来上がるのかなって。楽しいな。いや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 。でもその今ね、大阪桐蔭の西谷監督のこのそういう言葉がけっていうのはすごい大事なんだなっていうこと。選手より本気っていうのがすごく伝わるかと、こそ負けられないなっていう、いい立ち位置の関係で野球やってたなって感じや。この夏の大阪の決勝も、俺正直、これ桐蔭ちょっとやばいぞと思ったんよ。いややっぱ勝つもんね、結局。そう、
キャプテンの池田くんの9回のホームランとか、ホームランね、あれはね、もう技術とかじゃないもんね、多分ね、わかる、もうあれはもう完全に俺たちが大阪桐蔭がこんなとこで負けてられるかっていう気持ちが出たホームランだと思う、俺はもう絶対そうだと思う、こんなとこで出ないよ、うん、そう、だから西谷監督が初めてじゃないかなぐらいこう池田のチームだ池田のチームだって言うってことは池田選手はすごいんだなって、 あの大阪大会の準々準決決勝で全部分かったなって感じで、ね、あ、なるほど、うん、これが甲子園でどうなるかっていうのはまた楽しみの一つだけど、甲子園って俺いいなと思った、今回また改めて、去年までプロ野球でやってて野球独特の緊張感とかこういくら指導者って言ったってなかなかこういうの味わえないだろうななんて思ったんだけど、今回夏の大会予選からずっとこう1回戦から帯同していった時にプレーしてる方がええわって思うぐらいプレッシャー感じてもう見れんかったもん、怖くてもうトイレ行ったりもう落ち着きになってさ、うんうん、でもそのなんかこの緊張感、うん、ドキドキ感っていうのが野球の素晴らしさっていうか思い出させてくれたのよ、今の生徒たちが、あ、いいな、一緒にベンチに入って戦いたいなっていう気持ちがまた芽生えたっていうか、そういう気持ちをね、もう一回こう射式にもね味わってもらいたいなっていうのもあるわけよ、やっぱり、まあ、やっぱ夢は膨らむよね夢膨らむね、俺も野球やってきたからこそ伝えられることもあるなとか思うこともあるけどね、そうそう、プロ野球生活が終わって何をしたらいいのかって思って今日、まあ、まさに朝写式のね記事を見た時にまあ俺もね今回ね一般社会人というものは1年目なわけよ、はいはい、俺は、はい、名刺交換のやり方すらわからない俺がなんとなくでやって、うん、横にいる人にいや名刺交換っていうのはこうやってやるんだよ、うん、それ違うよって、うん、こうやってやるんだよって言われた時に、うん、わ恥ずかしいと思ったよ自分でこの年になってこんな注意されるのなんか恥ずかしいと思って野球しかやってないからすごい些細なことも勉強になるもんね、いやなるなるなるオープンハウスっていう会社がもう入れてよかったなってやっぱ思うし、今はその上田が今言ってたみたいに野球しかやってこなかったっていうのってすごく自分で痛感するというか、体育会系と同じマインドでさ本気でやっぱ言ってくれる人たちがいっぱいいて会社に、そんなのってなかなかないんじゃないかなってよく言われるんだけど、それぐらい結構本気でお前ダメだぞとかって怒られること、多分怒られること野球選手ってなかなかなくて、監督とか決まってる人に怒られるけど、いろんな人から怒られるのってないからさ、すごいこう最初はいやいや怒らないよって思いながらやってたけど、うわ怒られることってやっぱ自分で気づかなくちゃいけないこと言ってくれてんだなって、やっぱ言いたくないですかね、怒ったりする人にね、いやこれね、もう本当にねまさにそう、ね、怒るって体力使うし言葉を選ぶし難しい、自分がこうやって言っても自分に問いかけるんよね、俺はできてるのかってとか怒れる人ってすごいだと思うよ、嫌われるんじゃないかなとか、そう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 、なんかね、なんか嫌な思いされるんじゃないかなとか、うんうん、自分に置き換えるとそう思うけど、それをお前のためにと思って言ってくれるってすごいなって、そう俺すごいと思う、うん、怒れる人は俺すごいと思う、すごいと思うようになってくるよね、そう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 、この人だと高校生とか、まあ、まだ若い時って言われたらなんだよって思ったりねするんだけども、うん、実際自分がじゃあ今度は教える立場、怒る立場になってる時に俺にあんだけ怒ってた人ってすげえなって思い出した、ね、うん、今も生徒たちに言うのよ、怒られてるうちが花だぞって人間怒られなくなったら終わりだよって確かに、うん、本当にいい話ができたね、当時のこと思い出しながらね、お会いできるのがいいまあ今日はね、野球場にいるということで、ね、ワクワクしてるんだよね、めっちゃワクワクしてる実際に俺が高校時代でライバル視してたということで対戦とかしたこともないし、うん、そうだね、うん、で、俺射式のバッティングというものを生で見たことないからちょっとお互いに、せっかく球場に来てるし対決でもしますかというような感じで動画を見てる人、うん、もう大阪桐蔭の射式だって、ね、思ってる人絶対いると思うから多分上條さん絶対見てるからやりますか、久々にやりましょうか、はい、ということでですね、次の動画では射式選手とホームラン対決やってみたいと思います。どれぐらいバット振ってないの？5、6年ぐらい5、6年振ってないんで、まあでもね、彼は一応大阪桐蔭で3番打ってますから、すぐあの時の感覚っていうのは戻ると思うんで、まあまあまあ、ということで次回はホームラン対決したいと思います。射式翔吾くんに来ていただきました、ありがとうございました、ありがとうございました。